こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？まあ、D は違いますよね。じゃあなぜそれを感じるのかと言われたら、空襲の左側、トーザンということで皆さん比較をしてますよね。ですから、トムと私の弟の背を比べて、まあ、トムの方がまあ高いと。で、おそらくどれぐらい高いのかが空襲の右側なんでしょう。頭。ですから、この右側のこの2つのペン、まあ、オレンジの方が高いんですが、キャップ1つ分オレンジの方が高い。それは今回の問題では頭一つ分高いんでしょうね。ですからその差を表す前置詞と言われたら、正解は A ですね。ということで皆さん下にまとめておきましたが、最近皆さんこのチャンネルを見つけてご覧になっていただいている方、この差を示す前置詞 by 品質でございます。ですのでそのあたりのことの意識があまりなかった方、今日を機会に再確認をお願いいたします。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸一番に入る語句。それすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。